ナイ,キナイキ、ニケ、インクは、アメリカ合衆国、オレゴン州に本社を置くスニーカーや、スポーツウェアなど、スポーツ関連商品を扱う世界的企業。設立は1968年、ニューヨーク証券取引所に上場。社名の由来は、同社社員のジェフ・ジョンソンが夢で見たギリシャ神話の勝利の、女神、ニケーから、 オレゴン大学の陸上部で活躍し、スタンフォード大学経営大学院在学中にビジネスプランの論文、日本の運動靴は日本のカメラがドイツのカメラにしたことをドイツの運動靴に対しても成し遂げるかを書いた創業者のフィルナイトが卒業後に出向いた神戸で、オニツカタイガー、ゲンアシックスの品質と低価格を機に入り、1962年に オニツカのアメリカ販売権を取得したことから始まる。1964年、オレゴン大学の陸上コーチであったビル・バウアーマンと共同でナイキの前身であるブルーリボンスポーツ BRS 社を設立し、日本からオニツカタイガーのランニングシューズを輸入アメリカ国内で販売し始めた。BRS 社は次第にオニツカの製品開発にも関与するようになり、 バウアーマンのアイデアによって、鬼塚は1968年に、タイガーコルテッツをデザインする。これは、タイガーマラソンと並ぶ BRS 社の看板となった。しかし、度重なる鬼塚の輸送や発注トラブルに不満を抱いた BRS 社は、日本の総合商社である、日商祝い、現、創日の融資を得たともあり、自社でシューズを生産することに決定した。 1971年に鬼塚との提携を終了する。1971年6月18日、ナイキの象徴であるスーシュがデザインされた最初のシューズが発売された。スーシュがギリシャ神話の勝利の女神であるニケが翼を広げたデザインに見えなもないことから、社員の助言でシューズのブランド名をナイキ、都市、社名もナイキに変更された。 創業当初はメキシコの工場で生産していたが、高品質なシューズを生産するために、日照祝いの仲介により、鬼塚タイガーの競合者である、福岡県の日本ゴム、現、朝日シューズの工場で、トレーニングシューズを生産することになり、1972年より生産を開始した。一方で、鬼塚との提携終了後もバウアーマンの名付けた。 コルテッツの名称をオニツカが使用していたため裁判を起こすこととなった。裁判は1974年に決着し、ナイキはオニツカからコルテッツの使用権を獲得する。オニツカはナイキに1億数千万円の和解金を支払うことになり、タイガー・コルテッツはタイガー・コルセア、現、アシックス・コルセアに名称が変更された。また、ナイキ・コルテッツはその後も、 ナイキの看板となっている。なお、以上はあくまでナイキ側の視点で、オニツカ側の視点では、オニツカの海外の販売店が、日照祝いにそそのかされて、オニツカを裏切り、オニツカのライバル商社と提携した上に、オニツカを訴えて、和解を支払う羽目になるという、高い授業料を払わされたことになっている。ナイキは、新興メーカーながら、1970年代より、 積極的な広告キャンペーンにより、シェアを獲得していた。技術開発も、盛んに行い、1978年にはソウルに、エアを搭載した、エアソウルを始めてった、ナイキテールウィンドを発売する。1980年代から1990年代に、かけては、バスケットボール選手のマイケル・ジョーダンとタイアップした、エア・ジョーダンシリーズや、ソウルに搭載されたエアが可視化された、 ビジブルエアの前衛的なデザインからラッパーのファッションとしても愛好されたエアマックスシリーズが世界的に大人気となった。特に1995年に発売されたエアマックス95はエアシリーズで初めて全速部のエアまでも可視化されたデザインから1990年代に大ブームとなったハイテクスニーカーの代表作として単なるスニーカー以上の人気となった。 日本でもスニーカーブームのピークとなる1995年から1998年頃にかけてはエアマックス95の値段が高騰し、履いているエアマックス95を強奪されるエアックス狩りが社会問題となった。2012年よりイギリスのリーボックに代わって NFL の公式アパレルとなった。現在においてもナイキは 運動靴のみならず多くのスポーツ製品を手掛けている。2017年にナイキの創業者でもあるナイトの自伝、シュードックが発売された。スーシュは1971年に商標登録されたナイキのロゴマークである。ロゴマークは勝利の女神であるケイの長蔵の翼をモチーフにデザインしたとされている。また、勢いよく動くという意味で、その形状は 躍動感やスピード感を表現している。日本では、スボッシュと孤独、誤記されることが多いが、それで広まっている日本なので、スボッシュよい。ナイキのロゴのデザインは、1971年に、ナイキの創設者でもあるナイトが、会計学の講師をしていたポートランド州立大学で、出会ったキャロライン・デビッドソンが制作した。ナイトは、グラフィックデザインを専攻していたデビッドソンが製図の、 課題をしていたところを捕まえ、ロゴのデザインを依頼したのだった。まだ、デザインを仕事にして間もないデビッドソンは、数種のデザイン料として、わずか35ドルの請求書をナイトに提出した。デビッドソンはその後も、ナイキ初期の多くのツールのデザインを手けることになった。デザイン制作が、代理店に移った後の1983年9月、デビッドソンは当時スポーツブランドとして、 ナイキを成功させていたナイトの呼び出しを受け、ナイトからダイヤモンド入りの金のスーシュリングとナイキ株を受け取った具体的な株数は不明。焼き菓子のワッフルからヒントを得て開発されたソールパターンで独特のパターンはクッショニングやグリップに優れておりアスファルトやダートなど様々な路面状況に対応できる。初期プロダクツにはワッフルの名を冠する。 オレゴンワッフルワッフルトレーナーワッフルレーサーなどがある。他にも LD-1000LD、V エリートなど当時のフラグシップモデルに多数採されていた。衝撃を吸収するためのミッドソールの中に仕込んだエアバッグのこと。1978年に発表された。発案者は元、NASA の技術開発者、フランクルディである。 特許取得番号は4219945。受託人はロバート・ボガードでクッション性を確保するためのエアバッグはビニールパックの内部にガスを充填したものであり、搭載位置は試行錯誤の末ミッドソールの中に仕込むという方法を発明し、ここに完成した。もともとは6腹海王が充填素材として用いられていたが、環境保護の問題や、 耐久性の観点から2001年頃から重点素材として窒素ガスが使用されるようになった。ナイキにおける初搭載モデルはメンズシューズはテールウィンドであり、レディースはテンペストである。内側のコア部分に柔らかいフォームを使用し、外側のブリッジ部分には硬いフォームを使用した二層構造にすることで高いクッション性、高段性、履き心地を実現している。 1971年に最初のコルテッツであるレザーコルテッツを発表以来、現在まで生産され続けているナイキを代表するモデル。素材はレザーナイロンスウェードなどがあり、そのバリエーションは多岐にわたる。エアーホース1、ナイキエアを搭載したバスケットボールシューズ第1号で1982年に発売された。デザイナーはブルース・キルゴア。 ミッドソールに備えた、フルレングスのエアクッションや、アウトソールのピボットポイント、フィッティングを高めるためのアンクルストラップなど、発売当初としては、最新鋭の機能を備えていた。エアージョーダン、マイケル・ジョーダン、元、NBA シカゴブルーズなどの名を取った、バスケットボールシューズ。1985年に、最初のモデル、エアージョーダンアイが発売された。 モデルチェンジされる。世界初のビジブルエア搭載のシューズである。初代のシューズは、ティンカー・ハット・フィールドが、パリのポンピドゥセンターから着想を得てデザインした、エアマックス1であり、1987年に発売された。このシューズを皮切りに、人類はエアソールを履くばかりか見ることとなるのだが、ビジブルエアの目的は、デザインというよりもエアバッグにかかる圧を逃すために、 ミッドソールに運動を開けるという機能面を考慮しての考案である。以降、舗装路におけるビジブルエア搭載のランニングトレーニング用シューズ、最上位モデルにその名が冠せられているが、エアスタブやエア180などの例外もある。特に1995年に発売された、通称エアマックス95は爆発的に売れ、数多くの偽物の流通やエアマックス狩りなどもあって、 マスコミに取り上げられ、社会減少化したことで良くも悪くも、ナイキの社名と製品を有名にした。本来、ナイキは、ネーミングに関しては厳格で、市場では区別のためにエアマックスの後に、数字や、西暦の下二桁を付した名称で認識されたモデルも、正式名は常にエアーマックスであったが、近年その傾向は、薄れ正式なモデル名にも、認知度の高い通称を採用するようになった。 エアマックスシリーズは当初はエアバッグを含むソールをいかに進化させるかに重点を置いていた。二代目となるエアマックスライトでは2種類の素材、ファイロンとポリウレタンをミッドソールに使用したり、四代目となるエアマックス4、後にエアクラシック BWA、解明ではウィンドウを大きくするなど随所に置いてソールの進化が見られる。かかとなどにコラム、柱を搭載し、 クッション性と反発性を高めたシューズ。2000年に発売され、2001年には、ビンスカーターのシグネーチャーモデル、ニケシャックス VC が発売された。2018年7月から登場。これまで、特殊の糸で編み上げた、フライニット技術を採用した、マジスタに代わるサイロとして誕生した新しいモデル。フィリペ・コーチーニョ、ケビン・デブライネ、セルフィオブスケツ。 ヘンリック・ムヒタリアン、そして、レオン・ゴレツカなどといった、ボールコントロールが優れた選手たちが着用している。クリスティアーノ・ロナウド、ネイマール、エデン・アザールほか、トッププレイヤーが着用している。爆発的なスピード重視の選手向きに作られたシューズで、アッパーに、マジスタ同様、フライニットを搭載している。また、フライワイヤーで、抜群の軽量性とホールド感を実現している。 ナイキの中でポピュラーな種類として展開してきたトータル92、変わる新シリーズとして2013年に登場した。相手 DF に恐怖感を与えるような俊敏性と性格、ホールド性を兼ね備えたサッカーシューズ。主にロベルト・レバンドフスキ、ピエールイコール・エメリク・オーバーメイアン、エディンソンカバーにハリー・ケインらが着用している。 ボールタッチを重視したカンガルウェザー仕様のサッカーシューズ。ラファエル・バラン、ジェローム・ボア・テイグ、ジェラール・ピケ、セルフィオ・ラモス、そしてダニエル・カルバ・ハルなど、ディフェンダーを中心とした選手が、主に着用している。ナイキは、今までにスポーツシューズを数多く世に送り出し、商業的に成功した。自社工場を持たない委託生産方式をとり、小売店への出荷は、 基本的に買い取りとし厳密なマーケティングに基づき、余分な在庫を持たないなどの方針をとっている。しばしば奇抜かつ斬新なデザインを提案している。ナイキの製品デザインは自社で行うが、自社工場を持たずに生産は外部の工場に委託している。以前より、ナイキは海外工場において労働力の不当な搾取をしていると噂されていた。 1997年、NGO によって、実際に、ナイキのベトナムなど、東南アジアに所在する委託工場における、自動労働、低賃金労働、長時間労働、セクシャルハラスメント、強制労働などの問題点の存在が明らかになった。こうした事実を知った、アメリカの NGO 団体及び学生たちは、大学キャンパスやインターネットを使用し、 ナイキの社会的責任を批判した。運動は製品の不買や訴訟問題に発展した。これに対してナイキは1999年にグローバルアライアンスを設立し、世界各国の自社を含む多国籍企業における労働環境の調査を行い、環境の改善に対して迅速に取り組めるよう対応している。2009年12月14日、 ナイキのナイト会長はフリンスキャンダルで注目を集めるタイガーウッズとのスポンサー契約を継続する考えを示した。また、アメリカのスポーツ専門誌ストリートスミス S スポーツビジネスジャーナルにて彼は本当に偉大な存在。彼のキャリアが終わりになるとき、今回の軽率な行為は小さな過ちだったと振り返られている。東京都の渋谷区は 区内の宮下公園が老朽化したため改修を計画したが、不況化で財源難だったため2009年6月にナイキ、ナイキジャパンに対して命名権を売却し、有料公園として改修する方針をめた。ナイキは同公園を宮下ナイキパークと命名する外商として、 年間1700万円を支払い回収費用を全額負担することとなったが、回収工事に際し多数のホームレスを立ち退かせるなどしたため、市民団体などによって反対運動が行われた。その後もナイキは命名権料は支払うが、名称は宮下公園のままとすることを表明した。なお、宮下公園では行政大執行の上、同年9月に工事が開始され、 2011年4月に完了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。